はい、OK でしょうかね。はい、はい、5月、最終火曜日がやってまいりました。9時をね、回りました。那須塩原インターネットテレビノブカフェのお時間でございます。まずはね、自己紹介からね、まいりましょうか。私、栃木県産の、シンガーソングライターでございます。篠原信義です。よろしくお願いします。イエイ。そして、はい、那須塩原インターネットテレビのチョンタです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そして、今日はですね、はい、直也さんが、演奏旅行に、はいはい、ね、音楽の旅に出ていると、はい、いうことでですね、今日はですね、一緒に、ね、こう番組を、ね、作ってくださっている、ね、うん、卓を動かしていただいているのは DJ トムさんと、いうことでございます。はい、はい、ぜひ、ね、よろしくお願いします。ちょっと画面には映ってないですね。こちらにいらっしゃいますよ、はい、こちらにいらっしゃいますはい、よろしくお願いいたします。さあ、高山直俊さん、はい、音楽の旅に出ていると、はい、いうことでございましてね、今日あたりはね、はい、どちらにいらっしゃるんでしょうかね。今日はですね、東京の、うん、荒川区のあるお寺で、あ、はい、演奏をしております。コンサートでございます。はい、ツアーがいよいよ始まりまして、あ、本当おめでとう、はい、ね、本当に僕も以前から何ヶ月も前からね、うん、お話を聞いていて、本当に頑張ってくるよっていうね、はい、本当になんかこう栃木県の、うん、なんかこうね、音楽人のなんかこう代表というか、うん、希望の星と申しましょうかね本当にね、まあ、すごい賛辞をいただきましたよ。で、ずっとあれですよね、はい、回ってきて、はい、近い日に、そうなんです、こちらの、はい、はい、栃木県にもいらっしゃる、名古屋、大阪を回って、で、大きな都市を回ってくるんですね。はい、回ってきてまた大きな那須塩原市に、はい、来るということですね。で、その後は、浦和、埼玉県で、うんうんうん、長野が最後かな。はい、すごいですね、本当に大きな、うん、大きな都市を本当に回ってということ、はい、この、那須塩原市にいらっしゃるのは、はい、6月ですかね。6月の1日が那須野ヶ原ハーモニーホールで、那須野ヶ原ハーモニーホールですよ。はい、はい、そうですね、素晴らしい箱でございます。箱って言っていいのかなコンサートホールでございますけれどもね、はい、そこで、そうですね、フォルクローレライブということでございますね。はい、はい、ぜひね、お時間ある方はね、足を運んでいただきたい。チケットとかはまだ若干あります。若干ありますね、はい、ぜひね、お問い合わせください。はい、もちろんなんか Facebook とかそういうね、うん、ホームページからとかっていう形でね、はい、ぜひぜひ書いてありますね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、僕もね、遊びに行きたいなと思ってますのでね、お待ちしてます。よろしくお願いします。さあ、私篠原信義なんですけれどもね、5月、うん、意外に暇しておりまして、そうは見えないですけどゴールデンウィーク中は、うん、そこそこ忙しい、うん、先月の放送でもね、うん、お伝えしたんですけれどもね、うん、篠原スペシャルと申しましょうか、うん、大事スペシャルということでね、うん、はい、まあ、今日このゴールデンウィークの時に、うんうん、とあるイベントで、はい、この T シャツをね、ちょっとゲットしたのでね、うん、今日は自慢しにこの番組に持ってきました。かっこいいですよ。これくるんと回りますとね、くるんくるん、あ、大事ですね。背中見えてますかね。見えてますね、見えてます、はいはい、これね、ポスター貼っていただいてるね、このマークなんですね、これね、背中に、ね、なるほど、はいはい、はい、これは実はスタッフとか、うん、出演者しかね、着れない T シャツでございまして、じゃあ一般にファンの方はまだ買えない。はい、でね、ゆくゆくですね、まあ、その会議に僕も参加したわけではないんですけれども、その制作委員会の方の話だと、うん、やっぱりこの T シャツとか、うん、やっぱり販売したいよねなんていう話が出てますのでね、ぜひね、そちらの方もね、ご期待いただきたいなと思います。はい、はい、でね、ライブ告知をね、私6月、まあ、5月こんだけ暇にしていて、はい、まあ、実は風邪なんかもひいてやっと治ったんですよね。治ったんですけど、ね、誰に言ってるんですかリスナーの皆さんに、ね、治りましたよ、はい、ね、はい、大丈夫ですかね。6月はですね、うん、結構スケジュールが入ってきてまして、うん、はいはい、まだちょっとホームページなんかにも告知はできてないんですけれども、うん、大事と一緒に、うん、とある、ね、お店とかデパートさんとか回ったりなんていうことも、うん、ありますのでね、はい、ぜひ僕のブログなんかも、チェックしていただきたいなと思います。で、今日はそのスケジュールを書いた一覧にした紙も用意したんですけれども、うん、持ってくの忘れてしまったので、覚えてる限り、はい、そうです、覚えてますよ。はい、6月の15日、はい、久々にやりますノブカフェ、お、はい、アメリカンビアバーレッツさんでやります、はいはい、この日はですね、私も歌わせていただいております、このライサマケンシ大臣の、うん、
エンディング曲フリフリっていう曲があるんですけれども、はいはい、番組見ていただいたことありますよね、はいはい、ありますで、このエンディングでこのキャラクターたちがこうダンスをしながら踊ってるんですね、それもですね、まあ、私一人になっちゃうかもしれませんけれども、まあ、ダンスしながら皆さん一緒に歌いませんかなんていうこともですね考えて、参加型なんですね、参加型で、はい、あのダンスを僕がちょっとレクチャーして、あらあら、さあみんなで一緒にやりましょうなんていうのも、うんうん、ちょっと面白いかななんて思っております、うん、はい、そして6月22日、はい、これはですね、あの伊達市の方にね、はい、行かせていただきましてね、福島県ですね、はい、福島県でございますね、はい、あのスマイルミュージックというイベントにね、はい、参加させていただきます、はい、本当にね、あの今回あの高山直人さんに声をかけていただいて、はい、本当にあのフォルクローレの音楽満載、はい、そこに時々ポップスもあるよと、そうですね、はい、そこで僕を呼んでいただいたということでね、はい、なんかその、まあ、もともと、なんですね、声をかけて一番最初に声をかけてくれた人がフォルクローレの人だったっていうだけで、別にその、まあ、伊達市の人たちが、まあ、楽しんでもらえる空間を作りたいっていうことだったので、もう、ポップスも聞きたいでしょ、なんかこう古典的な笛とかもいいじゃない、子どものダンスもいいじゃないって言ったら、ものすごいバラエティに富んだ、ね、本当ね、はい、あの合唱団なんかもね、あ、そうですそうです、出ます、本当にね、みんなで一緒になんかこうね、うん、歌えるような音楽を楽しめるような、そうですね、最後にね、本当に皆さんで一つの曲を歌うということもやるそうですよ、うん、はい、本当にね、はい、楽しみですよね、ぜひあのこの、夏塩原市、そして栃木県からも足を運んでいただきたいですね、ぜひぜひ、飲食の方でも確か、ね、はい、あの夏塩原からもお店が行きます、はい、伊達市のお店も、出ますということでね、はい、ぜひ、足を運んでみてください、はい、それと6月29日ちょっとね、もうオープニングからかなりね、あの尺を取っちゃってますけれどもね、6月29日はですね、ベルモールで、CRT 栃木放送の、音楽番組の公開録音で、私、ラジオ出演とミニライブをやります、午後の1時からと、うん、なっておりますのでね、これもね、うん、ぜひ遊びに来てください、うん、もしかすると大事が遊びに来てくれるかもしれません、わかりませんけどね、あの青のレジェンドは歌いますのでね、ぜひその辺のところ楽しみにしていてちょうだいというところでございます。それではね、1曲ここで聴いていただきましょう。篠原信義で雷様剣士大事のオープニングテーマ曲、主題歌でございます、青のレジェンド、聴いてください。高鳴る鼓動を闇を駆け抜け、自由描く目覚めた記憶、強き友情を込めて立ち上がる、帰る場所愛しい人、ただ次の未来を守ろう、はい、篠原信義で青のレジェンドをね、聞いていただきましたね、きっと番組を見てくださっている方、うん、一緒にね、口ずさんでいただけてるかなというところでございますけれどもね、もう今反応が来ておりまして嬉しいですね、とってもね、あの実は私今日からですね、ツイッターデビューしまして、はい、それでこうつながった方からですね、こんばんは篠原さんということで、うん、大臣の T シャツですね、そうなんですよ、これね、いいですね、はい、自慢しに、自慢です、やっぱみんな欲しくなりますよ、これは、ね、うん、はい、ありがとうございますね、あのこういう風にやっぱ反応があるとね、うん、嬉しいですね、嬉しいですね、さあ、じゃあね、次のね、コーナー行ってみたいと思います、恒例のコーナーでございます、ちょんとさんお願いします、はい、栃木読み売り篠原信義の甘味三昧のコーナーです、いやーと、いうことでございますけれどもね、はい、まあ、私ですね、青のレジェンドを、歌いながらもですね、実は、栃木読み売りという新聞でですね、自分で食べて、美味しかった、感動したな、こんなお店大好きだなというですね、スイーツのねコラムをね書いております、うん、まあ、この番組では
そのですねお店スイーツをですね、まあ、デジカメ画像とともにちょっと裏話なんかも挟みながらねご紹介していきますのでねお楽しみください。それでは1店舗目行ってみたいと思います。那須に、ありますのんびりと穏やかな時間を過ごすことができるカフェでございます。画像行ってみましょう。こちらです。ポン、はい、ギャラリー&カフェミルクさんです。はい、これねひらがなでミルクって書くんですね、うんうん、とってもねかわいらしいお店でございますね、はい、お店ね、まあ、なんとねご紹介したらいいかな、栃木県道福島県道68号線沿いと、うんいうことでございます。まあ、これだけ言ってもちょっと分かんないかな。那須街道、広谷の交差点を国道4号線方面から行って右折、池田の信号を左折してすぐ右折、しばし行って左側にありますと。これで分かった方はね、やっぱりうなずいてますよ。すあ、うん、もう塩原部の小石さんはもうバッチリということでございますね。確か、高山さんが前コンサートを開きました。はい、元楽亭さんの、近くでございます。なるほど。はい。ね、これのこうお店の形名もちょっと可愛いですよね、はい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 、個性的でございましてね、はい、すぐ、見つかると思います。それでは、スイーツの、ね、画像いってみましょうね。今回ですね、まあ、お店の、ね、名前がミルクでございますからね、うん、ミルクを使った、女性の方におすすめヘルシーな甘味でございます。画像からいってみましょう。こちらです。ポン、はい、ミルクあんみつ税込み650円です。はい、チョンタさんご覧ください。すっごいですよこれ。チョンタ様。はい、何でしょう。これまず、うん、本当に目につくのがこの白い牛乳ですね。うん、あ、本当に牛乳？本当に牛乳がですねたっぷりと入っておりまして、はい、中身はですね本当に粒あん、バニラアイス、寒天に黒豆、本当に定番の。はい。ね、あんみつなんですね、まあはい、たっぷりねちょっとねフルーツが入ってて僕はとってもね嬉しい一品だったんですが、そこにね牛乳が牛乳、まあ、なんだろう、甘みも加えない牛乳、牛乳ですね、はい、斬新、はい、で、でこれですね、あんみつってやっぱりこう甘いもの苦手な方だとね、うんうんうん、やっぱりちょっとこうちょっと遠慮したいわっていう方いらっしゃると思うんですけれども、はいはい、味わいとしては全体的にまろやかにさらっと仕立て仕上げられているなという、うん、印象でございますね、うんうん、それでいて後から、うん、小豆だったり、うん、バニラアイスだったりの甘みがこう来るんですね。あ、なるほど、はい、もう本当に私もこれもう一味でも惚れ惚れでございまして、うん、まあ、あんみつこの、まあ、アイスが溶けていく過程でねだんだんこう味わいがまた少し変わっていくんですね。バニラアイスの甘みが溶けてということでございましてね、うん、なので本当にこれ僕も画像をお見せできないのが悔しいんですけど、最後の一滴まで美味しく堪能させていただきました。おすすめの甘味でございますね、はい。もう一枚画像を用意しました。こちらです。ポン、こちらのミルクさんではですね、マシコ焼きで、はいはい、先ほどの、ミルクあんみつもそうなんですけれども、うん、コーヒーもマシコ焼きで出てくるというのが特徴でございます。ね、なんかこうやっぱりちょっと見てもこうちょっと個性的な、ね、はい、器でございますね、はい、ちなみに、僕と、ね、もう一人取材で、同行したスタッフのものは確か真っ黒のカップでした。へ、真っ黒のカップでコーヒーっていうのもね、なかなか珍しいと思うんですけれども、はいはい、こういうふうに本当に器でもね目でも楽しめる、そんなコーヒー&お料理スイーツでございました。それではお店情報行ってみましょう。スタジオさん、はい、戻ってまいりました。はい、ギャラリー&カフェミルクさんのお店情報です。住所は那須町高久平 1147-365、 営業時間は午前10時から午後7時まで、定休日は水曜日。お電話番号は 0287-764745 です。はい、今回もねちょっとねこれね牛さんをねこれ僕結構うまく描けたなと思うんですけどもね、うん、結構これはいいんじゃないですか。はい、うん、まあ、そしてこのね大事、月曜日7時45分からだよともう逐一ちょっとね入れて、はい、行きましょうかねというところでございますけれどもね、はい、こちら、ギャラリー&カフェミルクさんなんですけれどもね、もちろんギャラリーでございますからね、うん、作品がね展示されてもいますしね、うん、お店のど真ん中にバーンとですねガイドとか、うん、パンフレットが並んでいるんですね。金券もしくはその那須のパンフレットがずらりと並んでおりましたのでね、それを眺めて過ごすのもいいかなとも思いますね、うん、心リラックスの、時間をお楽しみください。ミルクさんご紹介しました。
はい、それではもう、次のお店行ってみましょう、はい、またまた、カフェ&ギャラリーでございます。今度はですねギャラリー&カフェじゃなくてカフェ&ギャラリーでございますからね、うん、これ何が違うんでしょうね。順番ではなどっちがこう主体なのかということなんでしょうかね、はい、今度はあのこのお店に行ったら聞いてみたいなと思いますね。はい、芸術と出会うことができるカフェの自己紹介でございます。画像からいってみましょう。こちらです。ポン。はい、ギャラリー&カフェ。嘘です、カフェ&ギャラリーカフェアンです。ごめんなさい、本当に僕がねちょっとややこしいこと言うからね、失礼いたしました。失礼いたしました。はい、はい、あのこのカフェアンさんなんですけれども、はい、これ住所で見てもですね、地図で見ても実は春菜庵高山さん家からも近い、はい、近いですね、店ですかね、はいはい、行ったことあります、ね、あります、あります、プラリと実は入ったことがあります。あ、そうなんですね。これ、うん、この後画像をねちょっとご用意してないんであれなんですけどもね、通り沿い、栃木県道30号焼いた那須線沿いなんですけれども、うん、大きな看板にひらがなでカフェアンって書いてあるんですよね。目立ちますよね、あれね、かなり目立ちますよね、うんうんうん、だからねおそらくこれ30号線行ってて見失うことはないかなと思います。あとは向かいのお蕎麦屋さん、はい、高林坊さんのお迎えというと地元の人は分かりやすいかもしれない。はい、美味しいと私も噂では伺っております、うん、今度ね食べに行ってみたいなと思いますけれどもね、うんうん、こちらね建物、これ入り口からですね入って右側がギャラリーになっておりまして、そして中央がねカフェスペースに、なっておりますというとこですね。でじゃあ左側奥には何があるんじゃいというのはですねラストのね、1枚の写真でご紹介したいと思います。まずはスイーツ行ってみましょう。カフェスペースで食べることのできるパイでございます。行ってみましょう。画像ポン。はい、アップルパイ税込み410円です。はい、アップルパイをね今回ご紹介いたしましたけれどもね、手作りでございます。本当にねこのパイ生地がですね本当に音が鳴るぐらいサクサクという感じでございますね。でねこれ写真からねちょっとねちっちゃい写真をねコーヒーと一緒の写真をご用意しちゃったんですけれども、あふれんばかりにねリンゴが入ってます。はい、いいですね、はい、柔らかい甘さそして香りに心癒されてください。そしてこのねお値段に関して対して、うん、フルーツがねとっても贅沢にいっぱい乗ってますね。そうですよね、お皿の半分ぐらいがねちょっとこれ贅沢なね一品でございますからね、うん、ぜひこれカフェアンさんに行った際にはねお召し上がりいただきたいなと思います。で、コーヒーをねなぜねこれ一緒の写真を載せたのかと言いますと、そうするとね100円引きでお得でございますので、うん、ぜひ、コーヒーまたは紅茶をねセットにしてみてください。他にもねお店の方に勧めていただいたのはね抹茶と和菓子のセットなんていうのもありますからね、和菓子好きだわっていう方はね、うん、そちらもね、お試しあれというところでございますね、うん、じゃあもう一枚ね、カフェアンさん最後の写真いってみましょう。こちらです。ポン、うん、これがですね先ほどのね1枚目の写真左側ね建物の奥にあるというのはですね不動窯というですねギャラリー、はい、まあ、もちろん作品を販売もしておりますね、陶器の焼き物や作品の展示販売、またねこのお店の特徴としてはねこう仏様のものがですね、うん、たくさんあるんですよね。入り口にね、はい、すごいですよね。なんかねこう入るときになんかもう心を洗われる感じというかですね、うんうんうん、ちょっと、うん、独特の雰囲気、独特のね雰囲気でございます、うん、ぜひね本当カフェアンさんでアップルパイを食べた後はですねぜひねちょっと足を伸ばしていただいてね、うん、不動窯さんにもねお寄りいただくとねまた新しい発見があると思います、うん、もちろんねなんかこう向かい合うとなんかこう自分自身のね新しい発見なんかもね、うん、あるかもしれません。それではお店情報いってみましょう。スタジオさんは、はい、来ました、はい、カフェ&ギャラリー、はい、カフェアンさんのお店情報です。住所は那須塩原市高林 374-55、営業時間は午前11時半から午後4時まで、ラストオーダーは午後3時半です。定休日は水曜日と木曜日。お電話番号は0287681553です。はい、今回はねこれねちょっとね何ですかこれは。これはですねずっとこう見ていただいてこう後ろのこのポスターのここに。あーなるほどって言うとねとてもね大事ファンの人に怒られてしまいそうな。だからこれは一応想定して書いてはみたんですけど、
ネスケではありませんということだけお伝えしていきたいんですが、大臣見てにゃんというふうにね、ジャスタにゃうって書いてある。かわいい、かわいいぞそれは。はい、ぜひねこんな遊び心も持ってですねお届けしている番組ですのでね、ぜひ見てみてください、カフェ&ギャラリー、カフェアンさん紹介しました。さあ、それではね次のお店に行ってみたいと思います、このお店なんですけれどもね、うん、まるでこれ本当に僕の中では大げさな表現でも本当になくて、うんうん、本当に絵本の世界にポンと飛び込んだようなそんなお店でございました。まずは写真から行ってみましょう。こちらです。ポン、はい、ハリネズミ堂さんです。はい、本当にね青空をバックに自然の中にポツンと可愛いこの白いお家、うんうん、これがですねハリネズミ堂さんなんですね、コッペパンとプリンを販売しているお店でございます。はい、もう何でしょうね、もうここにたどり着いて、実は、このハリネズミ堂さんのですねナビで調べていくと、はい、若干たどり着けないことが多いんですね。なるほど、この辺にはよくある話です、ね、この辺には結構那須のこの辺にはよくある話ですので、はい、ぜひですねこれはですね僕は確かネットで、うん、確か情報をそのハリネズミ堂さんのホームページを見て、はいはい、そこにある地図で行きました。じゃあそれをぜひチェックですね。はい、チーズケーキを販売しているマニワファームさんというお店が近くに、はいはいはい、ございますので、はい、そこを目指していくと看板があります。ハリネズミ堂こちらっていうね可愛い看板がありますのでね、はい、ぜひですねその辺のところちょっとご注意ください。次の画像いってみましょう。こちらです。ポン、店内でございますけれども可愛いですよね、うん、本当にこの白を基調とした、店内でございましてね、うん、でこれねごめんなさいね本当ね僕だけの贅沢でこの写真の左側大きな窓になってるんですよ、はいはいはい、そこから那須の山々ができると見えるということでですね、うんうん、実はねこの店主の方も実はこの風景に惚れ惚れしてここにお店を出したんですよと、うん、もうそのぐらい本当に素晴らしい景色が広がっているのに写真を撮り忘れてきた篠原でございましたけれどもね。だから独り占めなんだね。なるほどね。ぜひ本当にこれはハリネズミ堂さん行ってご堪能ください。さあ、忘れてはいけませんね、スイーツを、ね、ご紹介してました。写真からいってみましょう。こちらです。ポン、とろりプリン税込み190円です。はい、コッペパンとプリンのお店でございますのでね、なんていう可愛いネーミングね、とろりプリンでございますね。本当にもうそのネーミングの通りなんですけれどもね、うん、とろとろふわふわなプリンでございます。なんでしょうね、もうこのスプーンをこう刺す時の感覚からなんかもう惚れ惚れしちゃうっていうんでしょうね、うん、はい、でね優しい甘さで実はですねこれ砂糖不使用なんですね。え、砂糖を白いお砂糖を使っていないということですのでね、うん、本当に体に優しいプリンとなっておりますので、うん、本当に、ね、小さなお子様にも、うん、大きなお子様にも、大人にも、おすすめでございますのでね、ぜひこれは、舌の上ですっととろけるプリンでございます、うん、でねこれね下にカラメルがねついてるの見えると思うんですけどね、うん、これねカラメルがついてます。はい、はい、でもですね僕はこれカラメルをつけないで食べるのもおすすめです。なるほどなるほど、はい、そうするとね若干プリン安くなる。あ、ですよ、選べる、はい、カラメル付きのものとカラメルなしのもので選べますのでね。あとねプリンはもう一種類ありまして真っ白なプリンもあります、うん、ミルクプリン、うん、これもですねぜひねご賞味ください。いいですね。はい、それではねお店情報いってみましょう。こちらです。あ、はい、失礼しました。ね、スタジオお返しします。ポン、ハリネズミ堂さんのお店情報です。住所は那須町、豊原、平4520-7、営業時間は午前10時半から午後5時半、売り切れ次第終了、はい、定休日は水曜日と木曜日。お電話番号は 080-6584-1680 です。はい、まあ、こちらねプリンとコッペパンのお店ということで、コッペパンも食べたかったんですけれども、僕取材の日はね売り切れだったんですね。なので本当にこの売り切れ次第終了というのがね本当にそのままでございます。本当にコッペパンの方も注文してから作ってくれるのであったかい状態で出てくるということでね、もう次の時にはね私絶対食べたいと思います。なんでしょうね、コッペパンとプリンって
つながりそうでつながらないような、うん、つながりそうでねつながらない、うん、コッペパンのメニューを見るとしょっぱいものでしたね、はい、なのでね本当ねしょっぱいもの食べて甘いもの食べて、うんうん、あらエンドレスなんていうのもねやりかなと思います。ハリネズミ堂さんねご紹介しました。ちなみにねハリネズミなのでまあちょっとネズミつながりでというところでございますね。何のキャラクターかは、差し控えさせていただきます。ハリネズミ堂さんご紹介しました、はい、さあ、それではですね、この5月最後のお店に行ってみましょう、はい、宇都宮のパン屋さんの紹介です。写真から行ってみましょう。こちらです。ポン、はい、パネッテリアファリーナさんです。なんかこうね噛みそうなね、なんかこうパレッパレッタファリーナみたいなね、あのパネッテリアファリーナでございますけれどもね、あのしかもですねこちら、レストランビスコンティ、こちらもちょっと噛みそうですね、レストランビスコンティというですね、あのレストランとですね同じ建物代なんだけれども、でもお店も分かれているというですねパン屋さんでございましてね、うん、あの小さくてね可愛らしい雰囲気なんですよ、うん、あのヨーロッパ映画にでもね出てきそうなねおしゃれな、パン屋さんでございます。まあ小さいお店とご紹介したんですけれども実は品数は結構ありまして、あの僕ちょっといちいち数えては来なかったんですけれども本当に甘いもの系のパンとか、うん、お惣菜パン、うん、サンドウィッチ特にフルーツサンドなんていうのもねあったりしてね、あのどれを買おうか迷っちゃうななんていうね、うん、そんな感じでございました。さあ、このパン屋さんで、ご紹介したスイーツこちらでございます。写真から行ってみましょう。ポン、はい、パイコルネ税込み148円からです。はい、148円からということでございましてね、確かこの3つのうちどれかが148円でもう他の2つがもうちょいちょっとお高めな、はい、値段だったと思います。ちょっとごめんなさいね、あの正確な金額を今ど忘れしちゃったんですけど本当にねこれなんですけど、このパイ生地もかじった瞬間にサクッっていう音がサクサクサクっていう音が、します。はい、しかもねこれね、レジ横に並んでるんですけど並んでる時には何も入ってない状態で置いてあるんですよ。で、3種類常時、クリームまたはソースがありまして左から左がですね、果肉たっぷりリンゴのソース真ん中が、とちおとめを、使ったいちごのクリームでございますね。右側が、ベルギーチョコの、クリームでございます。どれも美味しそう。あの私どれも食べたんですけれども、はい、篠原的一番のおすすめはリンゴのソースでございました。ぜひねこれはね食べてみてください。絶品でございます。しかもこの中のクリームもすべて手作りです。でその場でチューってやってくれる。はい、注文してから入れてくれるんですよ。はい、しかもですねリンゴがですね、夏にはマンゴーになり秋にはマロンになるということでございますのでね。あ、じゃあイチゴとチョコは常にある。イチゴとリンゴがちょっと変わるというところでございますね。はい、ぜひですね、まあ、そんなね季節によってね内容が変わって、ね、夏秋冬とね楽しめるというコロネでございますのでね、これなんかね一番なんかこうちょっとこれ気になるななんてねおっしゃってましたけども、そうですね、はい、はい、ぜひね、他にもですね、メロンパンも美味しかったです。しかもライ麦パンも、本当にね一番こうお店のいいところにもね置いてありました。僕もね次はライ麦パン食べてみたいなと思います。クロワッサンで作ったクロッカンというねクッキーもおすすめ。もう本当に、ね、フルーツサンドもおすすめでしょ。もうおすすめできたい商品がここ本当にいっぱいあってですね、ぜひ足を運んでみてください。あ、もう一つ、画像を紹介しましょう。こちらです。ポン、実はね、こちらの、パネッテリアファリーナさんではコーヒーの販売も、行っております。本当にこういうふうにテイクアウトでね、持って帰って飲めると、いうことでございますのでね、甘いパンにはね苦いコーヒー最高ですね。いいですね。ぜひご賞味あれ。お店情報行ってみましょう。はい、はい、スタジオ帰ってきました、はい、パネッテリアファリーナさんのお店情報です。住所は宇都宮市岩戸町 32-2 レストランビスコンティ2併設です、はい、営業時間は午前8時から午後7時まで、定休日は火曜日。お電話番号は 028-625-5027 です。はい、本当に材料にもこだわってますね。一つ一つ手作りということでございます、うん、本当にね情熱と愛情があふれてる、はい、そんなねお店でございます。パネッテリアファリーナさんご紹介いたしました。そしてねこれ今日私は初めて挑戦したんですけど、ね、うん、はい、ほら結構有名なやっぱり著名の画家さんっていうのはやっぱ自画像を描くと、はい、いうのをね、はい、私ちょっと NHK の絵画番組で知ったのでなんだか芸術かぶってますけれどもね、うん、私も自画像を描いてみましたけどね、似てますかねちょっとね。
なんかこのちょっとこのふてくされた感じがねちょっとね、青のレジェンドよろしくなんて言ってますけれどもね、何かが一つずつ違うような気がする。ちなみにこれあの、はい、先ほどのねこの前の番組の、はい、ショーバラブの小市さんね、はい、本当に全てバラされるっていうね、さっき小市さんちょっとこれ輪郭がちょっと、はい、ね、もっと細い細いですかね、うん、最近実は僕結構痩せたって言われるんですけどね、うん、おそらくね皆さんのね目の錯覚だと思います。まああのちょっとねまたこれちょっと次回また私ちょっと改良を、うん、何かに似てますね。でもこれね何かに似てますかね。何かに何かに似てます。なんだろう、唐沢俊明とか。ああ、僕唐沢俊明さんに似てるんですかね。あ、そういうことではないのかな、このイラストが似てるって。すいません、私もちょっと図に乗りましたけれどもね。はい、ちょっとあの来月またちょっと私自画像に挑戦、はい、できればちょっとしてみたいかなと思いますのでね、はい、その際にはこれ一回また持ってきた方がいいですかね。あ、そうですね、比べたらいい。比べてね、いきたいと思います。はい、ありがとうございます。ということでね、神三昧のコーナーはねこれで今月終わりでございますけれどもね、はい、まあもう初夏の季節でございますね。だんだん、6月になりましたらねちょっとひんやりスイーツなんていうのもねご紹介できたらといいですね、思っておりますのでね、ぜひご期待ください。それではエンディングでございますね。もうちょっとね時間が過ぎてしまっておりますけれどもね、ぜひ、6月はですね、私もフォルクローレ奏者高山直俊さんもね、うん、演奏三昧と、うん、ライブ三昧と、いうことでございます。まずはね6月1日、うん、那須野川からハーモニーホールねぜひ遊びに来てください、うん、あらなんかこれありがとうございますね、コメントでイラスト可愛いなんていう風にね、あ、よかったですね、もう励みになりますね、もうほんと篠原画伯、うん、これからも頑張って筆を筆を置くことなく皆様の皆様の愛に応えてて意味が分かります。ぜひイラストの方もねよろしくお願いいたします。それでは、来月また最終火曜日の夜9時次に、お会いしましょう。ノブカフェでした。またね。